今日出てこないですね。いつも出てくるんですけどね。そのうち出てきます。ちっちゃいですね、60mm。 うちでは一番でっかい。とかね、今ペアリングが終わったので産卵を待ってます。 70mm 超え大体できるかな。去年埼玉で捕まえた平田です。僕の中でこんなでかい平田取ったのは初めてですね。まあ最初から足も前足の季節は取れてたんですけど、何歳になったろう、ここはね、もう半分以上リリースしたんです。まだこんなに残ってましたね。まあこれも、まあ、来週には全て元いた場所に
リリースしようかな。スジクワがね、何匹かいたはずなんですけど、なんか見当たらないんですよね。同じ、あ、だだだ、同じドルクス族の、お、す、あ、もうオオクワガタがすっごい力で潜ろうとしてます。あ、もうダメだ。な、びっくりしました。これオオクワの顎かな。なんかスイッチ入ったかのごとく、ここがいきなり木の下に入っちゃいました。でもね、高級すぐね、ひっくり返っちゃうんですよね。じゃじゃん。ということで、残念でした、大川くん。頼むからこの穴には入んないでね。すごいですよ、もう穴開けちゃって、もう中にクワガタがいるんですけど、巣になってますね。どういう設計してたんだっけ。ちょっと僕クワガタの設計を崩されてしまいましたね。ちゃんと隠れるようにしたんですけどね。で、今日はですね、皆さんにもう一つお知らせがあります。僕はだと思うんですけど、あの、まあ、幼虫、近所の木を割り出したら幼虫が出てきたんで飼育してたんですけど、餌変えようかなと思ってマットをひっくり返したらですね、これさなぎになりかけなんですかね、あのサナギになりかけているのか、これで完成なのかよくわかりませんけど、うん、顔の部分が、ね、いまいち綺麗に剥がれてないんですよね。大顎が確認できないんですよ。でもこれ無理に人為的に取っちゃうとまずいんで、そっとしてきます。こっち画像じゃ分かりにくいんですけど、一応この洋室みたいにですね、ちょっとへこました部分に落として様子を見てます。まあ、このままね、問題なく動かしてくれるといいんですけど、これはこれでちょっと様子を見てみようと思います。まあね、振動を与えるとこんな動くんですよ。気持ち悪いですね。あなたの子孫が